んでいく。ウェーブもちょっと半音が多いから気が合わないですね。ちゃんとやんないと。今 I love you で始まる僕らをもっと照らしてくれよ。いい、いい、いい、あ、今、あ、今、I love you で始まる僕らをもっと照らしてくれよ。変わらない愛や希望の類もまだ信じてみたいのです。ほら、I miss you って吐きためムードでも OK 飛ばしてゆけよ。時代が落雷は台が待ち行けど愛を歌う Wow, oh, yeah, yeah. 膨らんじゃったヤバオピ、膨らんじゃったヤバオピ加減最高。違うな。膨らんじゃったやっぱおぴ加減最高潮なのをくれてやる。駆け引きなんだらたろだったたたろだったたたたアイデンティ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 ン。今日教室の窓から咲く。ここで合ってる。教室の窓から桜の雨、左手のひら、ダラ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 、みんなで来てててててて、花束を空に描こう。忘れないで、今はまだ小さな花びらだとしても、僕らは一人じゃない。Blessings for your birthday, blessings for you every day. 最後の一秒を待れ、前を向け。楽しい。他はね、ダンダンセンス、キス、君に届け思いとか、ゼログラビティ。ダンスエンスキス、君に届け想い、僕たちは二人をメリーゴーランド、チクチクタク時を刻むように、ゼログラビティ、ゼログラビティ。おはようのオーディションして、髪型もバッチリオッケー。金曜日は頑張らなくちゃ、だって君に会えるからね。ね。なーなりなり響く、なり響く、なーあ、なり響くハート、どこだ、鳴り響くハート、違うな、なななわかんなくなっちゃった。 Like a like a fire 君が消えちゃわないように、いいのこちらせ、夢打ち上がれ、最初から君を好きでいられ、よかったなんて空に歌うんだ、リクエスト大会みたいになっちゃった。あああ、信じたもの、信じたものは都合のいい妄想を繰り返す、映し出す鏡打った、姫もやめ叩きつけるように叫ぶ、最高速の別れの歌。
とりあえずこんな感じです。いかがでしたでしょうか。あ、まだ、あ、あ、オッケーオッケー、戻ったというわけでね、こういうアイテムをゲットしたので、これでこれからいろいろ遊んでいこうかなと思います。地声、地声だよねこれ大丈夫だよね。地声わかんなくなるね。うん、こんな感じの放送もちょっと久しぶりな気がしますね。なんていう機材ですか。これはね、ボイスライブプレイってやつですね、うん、多分地声あ、そうだ、あのこのタイミングであれなんですけど、今月の定期放送30日の金曜日になります。大変告知が遅くなって大変に申し訳ございません。またちょっと後で放送予約しますが、30日に、やる予定ですので、ぜひよろしくお願いします。時間はちょっと遅めかもしれないですが、30日ですね。カナダから届いたのはまたちょっと別の音楽のソフトなんですけど、ゲストさんは今月はいません。僕一人でやります。ハロウィンということで、ドラキュラやってよ。ドラキュラって怖いよね。仮装はバナナ、バナナは来ません。ピーターパン、バナナ、くっ、困るん。あ、多分スタジオから放送すると思います。次はお便りって何書いて送ればいいんですか。それはですね、あのお題をまたご用意してですね、お知らせしますので、それに沿ったお題のメールをくださったら嬉しい限りでございます。今とあんま変わらんやんって。今バナナちゃうわ。今はメルチンカって言います。よろしく。はい。バナナなんでそんなバナナをてか、だって見たよ。なんだっけな、あ、そう、新作の動画のコメントだ。なんかバナナだのさ、ミニオンだの、ストレッチマンじゃん、ウポツーとかさ、なんかさみんな言いたい放題やないか。延長はしません。今日は明日も放送するかもしれない。というか、あれだな、なんか、DJ またしたいな。その服どこに売ってますか？これ？これ？これギャップですよ。思いっきり。
ストレッチマン。延長つって延長しません。はい。まあ、チョーパンも終わったということでですね、いろいろとまた新しい動きがあるので、年末から年明けにかけていろいろとまたね、やっていきたいと思います。告知できる段階になったらすぐに告知するので、まあ、お楽しみに待っていただければと思います。うん、足組むな。いやでも今日はね、じゃあもう本当に足組まないようにしてるんだって。これ三日坊主じゃなくてもうね、ちゃんと我慢してるんです。先日の DJ 放送はレクトロさんも見てたってよ。あら、大変恐縮でございます。足組んでないよ、もう。あ、ね、あぐらはいいんだって、むしろ腰に。あぐらするとさ、ちょっとあぐらするとなんか、へそが若干前に出るじゃん。この姿勢が一番いいんだって。で、こうやってなんかね、その日本人が昔から着物を着て帯締めるじゃん。帯締めるとキュッってなって腰が前に出るじゃん。その姿勢がやっぱ一番いいらしくて、あぐら組むとその姿勢になるんだってね。なのでね、足組みたくなったらね、あぐらにしてます。ちょっと行儀悪い時もあるかもしれないけど、足組むよりかはいいかなと思ってあぐらにしてます。正座はいいんじゃないですか。どうなんだろう。うん、あぐらが一番いいって言ってるけど、みんなだからあぐらなら OK。 なんで足組んだらダメなの？単純に体が曲がっちゃってるんですね。11月は今告示できるイベントありますか？あれですね、11月は3日にダンボカっていうのが初代ドアーズであります。これはダンス&DJ です。で、あと11月はね、11月21日に名古屋で DJ します。あとはまたちょっと中国に行ってきます、一回。そんなところです。ダンボカは来た方がいいと思いますよ。楽しいと思います、きっと。はい、バースデーライブの場所でやります。他はとりあえずはないので、またなんかあり次第すぐ告知はしますけれどもという感じで、ちょっとチョーパー終わってから動画上げたい欲がまたふつふつと見えてきてるので、時間があるときに動画作って出したいと思いますので、その時はよろしくお願いします。いつベトナムですか？ベトナムは行く予定ないな。行ってみたいけどね。チケットあると思いますよ。うん。あります、あります。詳しくは僕のインフォアカウントに多分書いてあると思うのでチェックしてみてください。はい、というわけでじゃあ本日はこの辺で終わりにしたいと思います。チョッパーティー本当にありがとうございました。また次のイベントでお会いしましょう、もしくは生放送でお会いしましょう。ありがとうございました。おやすみなさい。寝ないけどお疲れ様、ありがとう。あっちん、お疲れした、ありがとうね。